いや、面白くなってきましたね。4地方の異変調査まではなんかさ、こういう流れになるかなって思ってたんだけど、全然違う展開になってきた。ブレワイの時と。まあ当然なんですけれども。ああ、いたいた、テントのところにいるね。お待たせいたしました。あれ、タウロさんは？おお、君も来たのか。やはりゾナウに強い興味があるようだな。ならば歓迎しよう。見たまえ。ここが我々の調査拠点だ。隣に立つ立派な眺望台に比べればほんの少しばかり見劣りするかもしれないが、今後はここを中心に調査活動を行うことになる。タウロ君も早速ゾナウ遺跡群に向かったよ。確か、カズーリュウ湖のあたりから調査を始める予定とか言っていたか。詳しい場所までは私にもわからんが、南東へ進めばゾナウ遺跡群にたどり着くはずだ。しかし夜になっても戻らないとは、まさかずっと調査を続けているのか？まったくタウロ君は疲れというものを知らんのだろうか。遅いなって言ってる。南東。カズリュウ湖あたりから。わかりました。この辺から行こう。ジャングル感がすごーい。一気に熱帯の地方になったぞ。あ、のろしが上がってますね。あれ、タウロさんかな？すごい。遺跡感がすごい。ワクワクするね。冒険って感じだ。タウロさんですか？あれ？のろしはあるけど。カリーユさんへ。どうやらこのゾナウ遺跡群も天変地異の影響があったようです。このテントのすぐ前に長い柱状の遺跡が見えるかと思います。この辺りにあんな遺跡はなかったはずで、調べてみたところ、柱の根元部分が開き、奥へと続く通路を見つけました。これは新発見です。これから僕は通路の奥を調べに行ってきます。カリーユさんもこのメモを読んだらすぐに来てください。タウロ。置き手紙してあった。あった。こっちだ、こっち。タウロさんがいます。あ、やっぱり来てくれましたね。若い遺跡の大発見をしたあなたならきっと来てくれるだろうと思ってましたよ。実はこの遺跡でも早速新しい発見があったんです。ほら、これを見てください。これなんだろう。文字が記されたゾナウのレリーフです。この意匠は間違いありません。それがこんなに美しい状態で残っているなんてまさに奇跡。いや、あるいはこれもゾナウの高度な技術の賜物かもしれません。おかげで文字はある程度読み取れるので、さっき一度解読をしてはみたんですが、これがなかなか難しくて、詩にも思えるのですが、何かの暗号なのでしょうか。教えて。リンクさんにもわかるように読んでみますね。まず、大口の大蛇に沿い、長き首の竜に眠る、来光の衣まといて、と書いてあります。大蛇と竜。確かこの遺跡の目印になってた長い柱、竜の意匠をしていましたよね。なんかてっぺんに何かついてたね、顔みたいな。でも大蛇の意匠というのは見たことがありません。果たして大口の大蛇とは一体。そういえば、カズリュウ川を大蛇に例えた歌があったと聞いたことがあったような。暗号はまだ続いています。引き続き読んでいきましょう。シリオの祭壇にゾナウエネルギーを捧げよ、ですね。でも文字は解読できても意味がわからないですね。ゾナウエネルギーとは一体、そうだよね。そこからだよね。それにシリオの祭壇、それはどこに？この暗号に隠された謎が全て解ければ、さらにすごい発見がありそうな気がしますね。あともう一つ気になっていることがありまして。何でしょうか？あ、宝箱だ。実はこの遺跡の奥でもう一つゾナウの遺物を見つけたんです。形状からすると、宝箱のようなものだと思うんですけど、僕には開けられなくて。あ、そっか、あれも一応指紋認証なのかな。暗号の謎も解けない。箱も開かない。どうすればいいんですかね。どうかなーって言ってるね。
これ誰にでも開けられるもんだと思ってたけど違うんだ。あ、指紋認証してる。いやー、わー、なんか服もらったよ。催事用として仕立てられたとされる服、これを着てどうにかこうにかみたいな感じだったよね。ちょっと指紋認証したら手に入れました。え、ちょっとかっこいいね、部族っぽい感じが。え、これなんかさ、見てほしいんですけど、なんかこれ真ん中にさ仮面つけてるよね。あの賢者の人とかがつけてたみたいな。で、この腕の飾りとかもちょっと空島チックじゃない？空島のトレンドって感じだよね、なんかね。まず尻用の祭壇っていうのを見つければいいんだよね。これ、カズリュー川を大蛇に見立てて、そしたらこっちが尻尾かな？この辺？この辺にちょっと行ってみようかな。あ、話しかけてよかった。それ、リンクさんが身につけているものって、レリーフに彫られた人が着ている衣と、あ、これ？あ、すごいね。こんなデフォルメから同じものってわかる。タウロさんの方がすごいよ。同じものじゃないですか？一体どこで見つけたんですか？そこの宝箱に入ってました。ということは、つまり、紛れもなく神話時代の衣？はぁ、すんごい発見さね。でも、レリーフに彫られた人の姿と見比べると、まだ足りないものがありそうな。頭と足かな。ひょっとしたら同じように衣の入った宝箱が他にもあるのかもしれません。でも闇雲に宝箱を探すのも大変ですし、ロベリーさんが探し物に便利なからくりを作ってると言ってましたから、あ、それはね、追加していただいたんですよ。あ、そのからくり、図鑑センサーをもう持っているですって。それを使えば宝箱を探すのも簡単かもしれませんね。そうだね。賢いね、タウロさん。やってみよう。センサーを宝箱にします。これでどこかに反応があれば。そんなすぐには反応しないか。とりあえず、尻尾の祭壇を探しに行ってみようか。カズリュー川。こっちに行くとフロリア川だから、カズリュー川の最後ね。行ってみましょう。お、反応してる。あ、ここだ。あ、こんな感じになってるんだ。さっきと同じような遺跡になってるんだ。来光のズボン、やりました。あそこだ。光っててめちゃ見つけやすい。やったー、セットで手に入れましたよ。かっこいい。かっこいい。これめちゃめちゃ、あれじゃん。空島の人じゃん。賢者です。賢者リンクです。かっこいいね。かっこいいっていうか、裸足だけど大丈夫かな。裸足は危ないよ。よし。賢者のコスプレも手に入れて、え？おやおや、ゴーレムがいる。あそこはゴーレムがいるのか。怖い怖い。この辺が川の終点だと思うんだけど、なんかあるかな？あ？光ってますね。絶対ここじゃん、資料の祭壇。ああ、荒れ果ててる。ここかな？ここっぽいよね。ここにゾナウエネルギー。どうかな？
何も起きない。ごめんなさい、来光の衣まといてって書いてある。失礼いたしました。来ます。やった、反応したぞ。お、わ、飛来心になってるけど大丈夫そう。あ、怖っ、あれあれじゃん、フィローネ地方にあったさ、雷雲晴れましたか。カリーユさん、あれですよ、あの竜の石像にも落雷したようです。あれ、誰かが遺跡の中にいる。おお、君も来ていたか。ここの竜の石像にも凄まじい雷が落ちたはずだが、無事なようで何よりだ。いや、あんなに大きな雷は初めてでしたね。それに落雷前に竜の石像の目が光ったような。リンクさん、何があったかご存知なら教えてください。そんなことが。太古の遺跡の仕掛けが雷雲を消して新たな浮島が姿を現した。なんてすごいんだ、またまた大発見、いえ世紀の超発見だわいさ。確かにこの発見は素晴らしい。すぐにでも調査に向かいたいが、しかし空の上では手も足も出んな。うーん、そうなんですよね。でもこれほどの大発見です。まずはプルア様に報告しなければ。カリユーさん、僕は一旦カカリコ村に戻り、今回の浮遊和解石に関する出来事をまとめ、プルア様への報告書を作成しようと思います。あなたはこの地に残って、他にも発見がないか詳しい調査をお願いします。え、この地に残ってというのは私一人で？はい、空には行けずとも、まだまだたくさんの発見があるはず。そのすべてを解明するのも我々の使命です。期待してますよ、カリユさん。一人で調査か。フィールドワークは苦手なのだが、これは大手柄のチャンス。大手柄って言われたのめちゃめちゃ嬉しかったんだね。あー、任せてくれたまえ、タウロ君。そうと決まれば早速準備を始めねば。私も一旦調査拠点に戻るとするよ。なんと一気にお話が進みました。5人目の賢者が、あ、ゾナエネルギー返してください。あの空島に行けるようになったってことだよね。おお、ここにめちゃめちゃかかってた雲、晴れてる。行けますね、これは。行けちゃいますね。とりあえず眺望台に戻って眺望台から飛んでいくか。よし、飛んできてみました。なんかちょっと高さギリギリだけど乗れるかな、怪しい気がする。大丈夫かな。お、はっきり見えた、はっきり。とりあえずあの一番下の島に行ってトーレルーフで上がっていく感じかな。なんか神聖な感じの音楽になったな。うわー、びっくりした。これ五雷の兜をもらってなかったら結構厳しかったのでは。おお、なるほど、雷があそこに落ちるとこれがボーンってなるんだ。立っとこ、怖いけど。それを利用しなきゃいけないんだね。うわー、怖い。あ、びっくりした。ここは何だろう。この下に宝箱があるね。ここに雷が落ちるようにすればいいんだ。上からゴーレム落ちてくる？落ちてこないか。雷が落ちれば多分ここのドアが開くはず。よし、開きました。
地図だ、やったー、ありがとうございます。トロッコを使う、あーびっくりした、トロッコを使う感じだね。でもトロッコ自体がないぞー。びっくりしたんですけど、これさ、トロッコがないなーって思ってたんだけど、こういうやり方でも行くんだ多分。ここに平らな板を T 字につけて、扇風機でもつければいいのかな。やってみましょうか。それで鉄製だとこうやって雷落ちちゃうからダメだよっていうことを言ってるのかな。でこれでちょっと待って、体験だとこの木をさ壊しちゃうんだよね。これで行くのかな。あ、行く？わあ、すごいすごい、こんなやり方あるんだ。なんかトロッコでしか行けないんだと思ってたから不思議な感じ、すごいね。なんかあそこどうやって入るのかな。ブロックゴーレムいる。宝箱がくっついてるタイプのブロックゴーレムだ。このレールに乗って途中で通れルーフ使うみたいな感じかな。そんな感じか。ちょっと行ってみましょうか。これでこれして、通れルーフして、かなり無理やり登ったけど、ここは、あ、出てこれた、祠のあるとこに。やったやった、ちょっと一心の戦いなんですけど、ここへ来てどうしよう。通電、裸んぼなんだけど、通電って何ですか、怖い怖い。やったー、武器を奪え。よし、弓弓弓。あ、いた、やられた。あいつ、あいつに電気の実。おお、周りが全部すごい電気でビリビリになったね。そうか、こういう風になってるんだ。うわー、殴られた。感心してる場合じゃない。どういう風に使えばいいのかな。なんかいいもの置いてある。見つけた見つけた見つけた。縦につけよう。えー、怖い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 、痛い痛い。バカなのかな。あ、こいつ武器がなくなったぞ。やったーやったー、強っ。コンボ強かった。よし、なんかさ、ハートの数の暴力でなんとかなってる。一心の戦い、なんかだんだんできるようになってきたって思ったけど、こんだけ食らってるからさ、ハートの数の暴力だよね、どう考えても。よし、出てこれた。先に進もう。あのブロックゴーレムやった方がいいかな。宝箱持ってるもんね、気になる存在で。あのブロックゴーレム倒したら先に行こうかな。あ、これはブロックゴーレム上等だ、強いやつ、強い素材をくれるやつ。どこ行った。あー、あれね、届かないやつ。降りてきてください。よし、目の前に来た。空気が読めるじゃん。あとちょっと、みんなやれやれ。よ
し、どこですか？遠い遠い、落っこちちゃうよ。あ、落ちちゃった。どうするのこれ。あ、そっちでくっつくのか。よし、やっつけた。本当に二連弓強い。本当にありがたい。地図かな。やったー、ブロックゴーレムはいつも地図をくれる。ありがとうございます。ここからこの下に飛び込めるってこと。下なんだ。え、怖い。池なのかな。あ、池じゃなさそう。え、竜頭島。あ、晴れてる。へえ、すごい神聖な空気。おお、祠があるの。この下に祠。あ、祠ある。おや、祝福だ。なんでだろう。何も頑張ってないけど祝福だ。わーい、ダイヤモンド、嬉しいな。さて、すっと祠に入ってきてしまったけど、この先に進めそうだ。この扉はなんだ、開くのかな。あ、手、あ、これあれか、あの時の扉じゃん。ハート足りるかな。あ、長押しね。はい。どれくらい使うだろう。結構貯めてきたけど、全然まだまだだったらどうしよう。でもあと1個だったら増やせる。あ、余裕でした。余裕でした。すいません。ビビりすぎました。開きました。え、なに、なに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 、なんでしょうか。誰、なに、お、調べます。あ、え、え、見てる、目のマークだ。おお、なんのこっちゃ。あ、なんか指し示した。あそこに何かあるの。え、ゼルダを守りしきしよ。あららら、らミネル様。どうかそれを光の指し示す先へ。はあ、これを持ってくの？太古よりの導き。これ持つ。あの、あれか、祠の元みたいな感じで連れていくんだね。でもさ、空島から地上に運ぶの難しそう。この辺から飛行機に乗せて運べばっていうことかな？なんか私ね、あれを見たんですよ。インターネットで、なんかエアロバイクみたいな。そう、これの作り方を学んだんで、これでもしかしたら連れていけるかな。なんかね、ちょっと重かったら扇風機をもう2つ付け足してもいいみたいなこと書いてあったから。あ、ガチャガチャもある。これで運べるかしら。扇風機4つつけたのは作ったことないから、行ってみよう。びっくりした。やめてやめて。びっくりしたびっくりしたびっくりした。後ろにつけた方がいいのかな。ああ、なんとかなりそう、なんとかなりそうです。
島をさ、辿っていくのめっちゃ大変そうだよね。あ、でもエアロバイクバッテリーがすごいなくなる。大きなそのエネルギーを使うか。多分飛行機よりは楽だよね、おそらく。意外と安定してる。あ、ここ OK です。あ、うまく着陸できるかな。怪しい怪しい、ちょっと待ってください。怪しいです、操作が下手すぎて。あー、着陸がすごい危ない。よーし、持ってきました。あ、持ったらよかったんだ。なんかフクロウみたいな動物？フクロウに見える。おお、神殿かな。あ、もっと奥なんだ。すごい壮大な謎解きだよね。惑解石に書かれてた内容からここまで来た。これを隠してたんだ。ビトゥオタニの深穴。あ、ここ深穴なんですか。そうなの？深穴なの？奥？何が起きる？え、エレベーターだ。やば、怖い。深穴に入っていく感じでしょうか。え、すごい。すごい文明。文明レベルがすごい。あ、また聞こえた、ご先祖ボイス。リンク。はい。ゼルダを守りし騎士よ。はい。早く。一刻も早く。え、私たちは出会わなければなりません。え、そうなの？リンクなの？リンクなんですか？リンクとミネル様が？おお、到着。あ、なんかゴーレムいるな。到着到着。なんだ？神殿？あ、これ持ってかなきゃいけないんだ。落ちます。何か危険はないかな。あ、あ、いいのか。あ、ここ開放してるじゃん。どこですかここ。ゴーレム製造部。あ、そうそう、この間ここ来たんだよ。別に何もなかったんだけど、その時は謎解いてなかったからね。なんかあるなとは思ったんですよね。あそこにはめればいいのかな。はまった。ゼルダの伝説。リンク、ゼルダを守りし騎士よ。私の名はミネル、魂の賢者。魂の賢者。あなたがここに来てくれたおかげで、やっとお話しすることができます。今の私は魂だけの存在。新たな依り代がなければあなたと真にまみえることができません。依り代、ここより見える四つの蔵。蔵、そのすべてをめぐり我がよりしろを作り上げてほしいのです。よりしろを作る。どうかお願いします。リンク、ゼルダを守りし騎士よ。はあ、何度もゼルダを守りし騎士よって言ってくれる
ゼルダを元に戻せるのかな。あそこどうやって行くんだ。遠いのかな。そんなに遠くもないぞ。向かってみよう。